こんにちは。365日レトルトカレーを食べ続けるおっさんシーズン2です。今日食べるカレーはベル食品北海道道産牛の牛すじカレーです。実は今日は一つ目、明日と明後日、今日含めて3日続けて同じ商品シリーズの、豚肉、鶏肉といった違う具材のものを食べ続けてみたいと思います。今日食べるのは牛肉で牛すじカレーなんですけど、明日予定しているのが豚肉、豚の角煮カレー、そして明後日が鶏のバターチキンカレーということで、具材が単に違うだけではなくて、牛すじ、角煮、バターチキンとそのカレーのタイプ自体も変えてる、パッケージを見る限りそういうふうに思っています。という意味でも3つの味の、食べ比べというか、それぞれ、味わいの評価をしてみたいと思っています。これらのカレーは北の料理人斉藤正美さんって方が監修されているカレーで、斉藤さんは数々の有名店のカレーをレトルト食品にて再現してきた味作りの達人という、レトルトカレーのプロのような方のようです。ちなみにこれらのカレーの、製造元はベル食品さんということで、北海道札幌の会社なんですけど、そういった意味ではこれら3つ、北海道のご当地カレーと言っていいと思います。それでは早速今日のカレー準備します。北海道道産牛の道産牛の牛すじカレーです。すじ肉、大きいすじ肉が入ってますし、見た目とても美味しそうなカレーです。いただきます。カレーソースの方を一口食べて、味わい深さというか、コクの深さを感じます。大きなすじ肉です。食べてみます。一口目申し上げたコクの深さになんですけど、その理由の一つにおそらく玉ねぎの甘みっていうのがあると思います。ソテーしたオニオンだと思うんですが、ちょうどいいバランスで甘みを感じます。コクが深くて全体的な味わいは濃厚なんですけど、味が濃い割には、抵抗感なくスプーンが進みます。ごちそうさまでした。
美味しかったです。このカレーの、コク深さについてはバターが入ってるとパッケージに記載があるんですけど、そのあたりも含めて先ほど言いました玉ねぎの甘み、そして牛すじのうまみっていうのがミックスされてコク深さにつながったんだと思います。一つ、残念だったのが、個人的な見解にはなりますけども、辛みが足りなかったかなと。これは私のイメージの問題なんですけど、牛すじカレーはちょっと辛いカレーが合うというか、牛すじには合うと私自身は思ってまして、そういった面では少し辛みが足りなかったかなという気がしてます。ただトータル全体的には美味しいカレーだったと思います。それでは今日のこのカレーの採点と現在のランキングをご覧ください。さようなら。このランキングは4つの項目、味わい深さ、具材、程よい辛さ、コスパ、それぞれの得点の合計で順位をつけています。ゆうゆうクラブ TV チャンネル登録お願いします。